よし、それじゃあ心霊スポット探索へ、レッツゴースタート。めっちゃ久しぶり。ところで A 子ん、旧 F トンネルに行く前に寄り道したいところがある。卒業生をもう一体回収する。まず今回の卒業生は悪霊じゃないけれども、ものすごく危険。南方戦線で戦っていた旧日本軍の霊、殺害した敵兵数百人の魂が今現在もなおまとわりついて怨念を振りまいていること。ある破損や呪いからも復活してしまい、さっき言ったエネルギー切れになってもなお成仏できずこの世にとどまり続けていることを条件に、それまでの間私に味方するよう約束を取り付けた。死とは無関係にまとわりつく霊の怨念が封印から漏れ出していて制御が効かない。なんだあのマネキンは。なんかお腹のあたりが傷だらけだぞ。テレビがついた。でも電源が入っていない。防波堤足らん。なんだ痛い、熱い。まずい。なんだこれ、手で触られるのとは違う。もしかしてこれ歯型。今のうちに卒業生の封印を強めれば助かるはず。弥生さん、卒業生のぬいぐるみはどこ。マネキンの顔。卒業生自身がいくら高い回復力を持っているとはいえ、弥生さん待て。黒い縄で作った。そっちを任せた。